油増麺油増麺、または油増麺は、奄美大島や徳之島など、奄美群島の郷土料理である。家庭料理、食堂の食事、居酒屋などの食事物、おやつ代わりの軽食などとしてよく食べられる。茹でたそうめんに油を入れたタレに絡めて作るため、麺がくっつかないのが特徴。地元では、油増麺と濁って発音されることが多い。 徳之島方言では、アンバソームインと呼ばれ、機械等方言では、ソームインスウキと呼ばれる。作り方は、固めに茹でたそうめんに、油と出汁を絡める。これに、塩、胡椒や醤油で味付けし、キンシラン、炒めた、ピーマンなどの野菜、豚肉などを盛り付ける。より家庭的な作り方では、油を入れた鍋で、片口シ汁類やキビナゴのジャコを入り、豚肉、 水を加えて、出汁を取り、そこに醤油と加えてタレとし、ニラ、もやし、キャベツなどの野菜を加えて煮立ったところに茹でたそうめんを入れて味を絡ませる。じゃこは取り出さず、具として食べるのが普通。一見、沖縄料理のそうみんチャンプルーや沖野選ぶ島の揚げそうめんに類似しているが、調理法としては全くの別物と言える。そうんチャンプルーは具と共に油で炒める度合いが多く、 焼きそばややきうどん風であるのに対し、甘美の油そうめんは、油とだし汁を完全に乳化させておき、イタリア料理のパスタでいうところの、マンテカーレ同様、茹で上がったそうめんとこのだし汁をあえて、麺に吸わせ、味付けする。具は、ニラのみで、シンプルに仕上げることもあり、季節に応じて手近な野菜が用いられる。以前は豚肉を使わずに、具を、野菜だけとすることも普通であった。 また、炒めた野菜を乗せるのではなく、揚げた野菜などをかけて食べる例もある。機械棟では干しうどんを使ってうどん数期とすることも、ある。また、奄美市笠利町西北部のスケヒト市集落では、干しうどんを使い、いりこだしで味付けしたシンプルなものを、鍋子を照れと称している。うどんを使ったものも奄美市のスーパーでは、総菜として売られている。明治時代に広まったとされている。原料の小麦は、 奄美群島では栽培されておらず、そうめん作りの伝統もないため、江戸時代末期の南東雑話にもそうめんの記載はない。主に九州地方で作られた乾麺が用いられる。流通が悪く、乾物に頼らざるを得なかった時代の離島で生まれたお袋の味的な家庭料理であるが、節句の料理の一品に加えられることもある。AB 富士梅雨、油そうめん。 島のジューリの食べ物と料理法 P180、1980年、鹿児島、道の島社 AB、島の食材を使った料理。機械長。2014年5月7日閲覧。朝日新聞1997年8月23日付長官。鹿児島地方面2014年7月29日。TBS 系で、放送の G 面九99で。 甘み市住養町青差し集落で作られていたものも、このやり方。来る広み、浜田ゆり子、甘みの食と文化、P176、2012年、鹿児島、南日本新聞社、ISBN978 から4から86074185サクラマンイツシ、油、造面、甘み丸ごと小百科甘みをもっと楽しむ146項目、マイナス P24。 2003年、鹿児島、南方新社、ISBN4 から93万1376から98から3、来るひろみ、浜田ゆり子、甘美の食と文化、P161、2012年、鹿児島、南日本新聞社、ISBN978 から4から860741853。ありがとうございます。